カメラを起動すると、案の定、たけしとリナが家にいる姿が映し出された。たけしがリナに対して愛の言葉をささやき、リナもそれに応えている。その光景に、私は怒りを抑えられず、スマホの音量を最大にして、義両親と親族の前で再生し始めた。リナ、君のことを愛してるよ。すべてが愛おしい。ありがとう、たけしさん。嬉しいわ。たくさん愛し合いましょう。へえ、たけしったらそんなこと私には言ったことないのにね。私は冷静にまるで実況中継をするかのように言った。その場にいた親族たちは何事かと驚いて私を見た。義母は信じられない表情で私に近づいてきた。まさか、その声って。私の名前はみゆき、30代の会社員だ。夫のたけしとの出会いは、私が全く気乗りしなかった婚活パーティーでのこと。私は30歳を超えてから、親から結婚はまだなのか、と催促されることが増えていた。正直、恋愛や結婚の焦りを感じていなかったが、親のプレッシャーは日ごとに増えていった。そんな中、友人のゆかが突然、電話でこう言ってきた。みゆき、婚活パーティー行かない？参加したいんだけど、一人じゃ心細くてさ、ついてきてよ。私は一瞬、何を言われたのか理解できなかった。婚活パーティー？私別に結婚を急いでないんだけど。大丈夫だよ、ただの付き添いでいいから。私が結婚相手を見つけたいだけで、みゆきは別に誰とも付き合わなくていいからさ。ゆかの強引な誘いに私はため息をつきながらも結局断りきれなかった。仕方ないな。まあ行くだけならいいかもね。パーティー当日、私は少しだけおしゃれをしてゆかと共に会場に向かった。会場に入るとそこにはスーツ姿の男性たちが集まっていて、明らかに婚活を目的とした空気が漂っていた。ゆか、本当にここでよかったの？大丈夫、楽しんでいこうよ。何かあったら私に声をかけてね。ゆかは私にウィンクしながら自信満々で男性たちの輪の中に入っていった。私はその後ろで少し戸惑いながらも場に馴染もうとした。そんな時、ふと目の前に現れたのがたけしだった。背が高く落ち着いた雰囲気の彼は他の男性たちと違ってどこか控えめだった。はじめまして、たけしです。彼の声は優しく、少し緊張しているのが分かった。はじめまして、みゆきです。私は自然と彼に引き寄せられるように会話を始めた。たけしは IT 企業で働いているということで、仕事に対する情熱を語ってくれたが、その語り口が押し付けがましくなくて好感が持てた。仕事が忙しくて、あまりこういう場には来ないんですけど、今日は友人に誘われて参加しました。彼の言葉に私は共感し、思わず笑ってしまった。私も友達に無理やり誘われてきたんです。私自身は婚活って気分でもないんだけど。たけしも笑顔を浮かべてうなずいた。そうなんですね。じゃあお互い似たような感じでここにいるわけですね。その後もたけしとの会話は自然と弾んでいった。他の男性たちとも話をしたが、彼ほど落ち着いていて、心地よい時間を過ごせる人はいなかった。パーティーが終わる頃、たけしが不意にこんなことを言ってきた。もしよかったら今度またお茶でもしませんか？今日はすごく楽しかったので。その言葉に私は少し驚いたが、彼の真剣な目を見て断る理由がなかった。うん、ぜひ、またゆっくり話しましょう。それから私たちは数回デートを重ね、互いのことを少しずつ知るようになっていった。たけしは仕事で忙しいながらも、いつも私を気遣ってくれて自然と惹かれていった。ある日、たけしがデートの帰りにこんなことを言い出した。みゆき、君と一緒にいると本当に安心するんだ。こういう感覚は久しぶりだよ。私はその言葉に少し照れながらも嬉しかった。私もたけしといると落ち着くよ。あんまり気を使わないでいられるからすごく楽なんだよね。たけしは私の手をそっと握り、真剣な表情で続けた。これからも一緒にいよう。俺、君ともっと深い関係になりたいんだ。
その言葉に私の胸はドキドキしていたが、心のどこかでこの人となら大丈夫だと思えた。交際を始めて1年が過ぎた頃、たけしは私を素敵なレストランに連れて行ってくれた。普段からあまり豪華なデートをするタイプではなかったので、少しだけ緊張していた。今日はなんか特別な日？私は彼にそう尋ねると、たけしは微笑みながらポケットから小さな箱を取り出した。みゆき、これからも一緒にいてほしい。俺と結婚してくれないか？彼はそう言って指輪を差し出してきた。私は驚きつつも、その瞬間に全ての迷いが消えた。もちろん、たけし、よろしくお願いします。そうして私たちは夫婦となり、人生の新たなステージに進んだのだった。結婚生活は順調に始まったが、時間が経つにつれてたけしの変化が気になり始めた。それがあの修羅場へとつながることになるとは、この時はまだ思いもしなかった。結婚が決まってから、私たちはお互いの親や家族に挨拶をしに行くことになった。たけしには5歳離れた弟がいるという話は聞いていたけど、実際に会うのは少し先のことになった。彼は IT 企業に勤めていて海外出張が多く、結婚が決まってからもなかなかタイミングが合わなかったからだ。弟さんってどんな人なの？私はある日の夕食時にたけしに聞いてみた。興味はあったけど、まだ一度も顔を見たことがないからだ。ケンタか？誠実で真面目だよ。あまり多くを語るタイプじゃないけど、頼りになる弟だ。たけしは笑いながら答えた。へえ、兄弟で性格が似てるんだね。楽しみだな。早く会ってみたい。似てるかな。まあタイミングが合えばすぐにでも。でも基本的に海外と日本を行ったり来たりしてるから、なかなか難しいけど。結局、やっと健太に会えたのは結婚式が近づいた頃のことだった。私たちは両家の顔合わせを控えていて、その日までに何度か会うことができた。はじめまして、健太です。遅れてすみません。健太は笑顔で手を差し出してきた。彼は背が高く、穏やかな表情をしていて、まさにたけしの言っていた通り誠実な印象を受けた。こちらこそ会えて嬉しいです。たけしさんからお話はよく聞いていました。私も笑顔で握手を交わした。兄弟の雰囲気はどこか似ていて、二人が話している姿を見ていると自然と微笑んでしまった。海外出張が多いって聞きましたけど、忙しいんですね。そうですね。今も本当はもう少し早く帰る予定だったんですが、急な仕事が入っちゃって。でも兄貴の結婚式にはどうしても出席したかったので、無理やりスケジュールを調整しました。健太は少し照れながらそう言った。ありがとうな、健太。お前が来てくれて本当によかったよ。たけしは健太の肩を軽く叩き、二人は笑い合った。仲がいい兄弟を見て心が温かくなる。両家の顔合わせは無事に終わり、ついに結婚式の日を迎えた。式場には私たちの家族や友人、そして同僚たちが集まり、笑顔と祝福に包まれた一日だった。みゆき、本当に綺麗だよ。たけしは私のドレス姿を見て少し照れくさそうに言った。たけしもかっこいいよ。これが一生に一度の晴れ舞台だね。私たちはお互いに見つめ合い、式が始まる前の緊張感を共有した。誓いの言葉を交わし、指輪を交換すると、私たちはついに夫婦として一歩を踏み出した。これからよろしくね、たけし。こちらこそ、みゆき。幸せにするよ。新婚旅行では南国のリゾート地を選び、二人でのんびりとした時間を過ごした。普段の忙しい日常を忘れ、海辺で手をつなぎながら、ただ風景を眺めるだけでも十分幸せだった。毎日がこんなだったらいいのにな。私はたけしの肩に頭を預けながらつぶやいた。そうだな。でも家に帰ってもきっと楽しい日々が待ってるよ。二人で一緒に暮らして、毎日を大切にすれば、どこにいても幸せさ。たけしは穏やかに微笑み、私の手を握り返してくれた。新婚生活が始まると、私たちは家事を分担しながら共働きを続けることにした。たけしは仕事が忙しいにもかかわらず、家のことを積極的に手伝ってくれた。
今日は俺が夕飯作るよ。みゆき、仕事で疲れてるでしょ。本当に？それじゃお願いしちゃおうかな。たけしはエプロンをつけ、キッチンに立つ姿が妙に頼もしかった。最近料理が楽しくなってきたんだよ。特にみゆきが喜んでくれるとやりがいがある。たけしは真剣な顔で野菜を切りながら言った。そっか、それは嬉しいな。私も頑張って手伝うから、二人で協力してやっていこうね。私たちは笑いながら共同で家事をこなしていった。毎日が本当に楽しくて幸せだった。最初は全てが順調だった。二人で過ごす日々は輝いていて、未来には何の不安も感じなかった。結婚後、私たちは定期的に義実家を訪れるようになった。たけしの両親はいつも私を温かく迎えてくれて、その優しさに感謝していた。みゆきさん、よく来てくれたわね。お腹空いてない？すぐにお茶出すから、ちょっと待っててね。義母がいつも笑顔で私を迎え入れてくれると心が温かくなる。まるで自分の実家に帰ってきたかのような心地よさがそこにはあった。ありがとうございます、お母さん。ここに来ると本当にリラックスできます。私は正直にそう伝えた。お母さんはニコニコと笑って、いつでも帰ってきてねと言ってくれる。たけしも、うちの親は本当に優しいだろうと自慢げに笑っていた。そんな幸せな日々が変わり始めたのは、私たちが結婚して2年ほど経った頃のことだった。きっかけはたけしの弟、健太が結婚することになったこと。それ自体はとても喜ばしいことだったが、相手の女性であるリナが少し癖のある人物だったのだ。リナはとても美人で、まるでモデルのような容姿をしていた。義弟の健太とは合コンで出会い、彼女の方から積極的にアプローチしたらしい。兄貴、俺結婚することになったよ。健太が嬉しそうに報告してきた日、たけしと私は一緒に祝福した。健太、おめでとう。リナさんすごく美人だよね。幸せにしなきゃダメだよ。たけしが冗談交じりに言うと、健太は少し照れながらも嬉しそうだった。ありがとう、兄貴。リナは本当に素晴らしい人だよ。俺にはもったいないくらいだ。その言葉に、私は彼女のことが少し気になり始めた。両家の顔合わせの日、私はリナと初めて直接会った。彼女は義両親の前では本当に完璧な振る舞いをしていて、礼儀正しく笑顔を絶やさない女性だった。リナさん、今日はよろしくお願いします。私が声をかけると、彼女は柔らかな微笑みを浮かべてこう返してきた。こちらこそ、みゆきさん。これから家族になるんだから仲良くしましょうね。その瞬間、私は彼女に対して少しだけ警戒心を抱いた。何か表面的なものを感じたのだ。そして予感は当たっていた。顔合わせが終わり、偶然リナと二人きりになる機会があった時のことだ。ねえ、みゆきさん、仕事忙しそうね。家のことはちゃんとできてるのかしら。リナはにこやかに言いながら、私を少し見下したような目つきをした。まあ、なんとか、たけしと協力してやってますよ。私は笑顔で返そうとしたが、その言葉には少しトゲが含まれているように感じた。そう。まあ、私ならもっと上手にできると思うけど、みゆきさんにはみゆきさんのやり方があるものね。嫁としては私の方が格上だからね。見た目からしてもそうじゃない？リナは肩をすくめ、軽く笑いながら言った。その瞬間、私は本当の性格はこっちかと直感的に思った。義両親や健太の前では完璧に振る舞っているリナだが、私と二人きりになると何かにつけて私を軽く見ようとしてくる。まるで自分が一番でなければ気が済まないかのような態度だった。たけしに相談しようかと思ったが、リナと深く関わることは少ないだろうし、我慢することにした。何か言ってもたけしが気にするだけかもしれない。私はリナの振る舞いをスルーすることにした。まあそんなに頻繁に会うわけじゃないし、やり過ごせばいいか。そう自分に言い聞かせながらも、心の中には少し小さな不安が生まれ始めていた。
それから義弟のケンタとリナは無事に結婚式を挙げ夫婦となった。式は盛大で、リナは美しい花嫁だった。私もタゲシと共に二人を祝福し、純粋に幸せな未来を願った。しかし結婚生活が始まってから、リナとの関係はさらに微妙なものになっていった。私たちが義弟夫婦と顔を合わせるのは主にお正月やお盆などの家族が集まる時期だ。その度にリナと過ごす時間が増えていった。義両親はいつも私とリナを分け隔てなく接してくれていた。義母はみゆきさんもリナさんもうちの大切な家族だからねと私たち二人に優しく接してくれた。私はその言葉に感謝していたが、一方でリナの行動に少しずつ違和感を覚え始めていた。みゆきさん、そんなに家事を頑張らないで無理しないで休みなよ。ありがとう。勘違いしないで、邪魔されたくないからよ。私には私のやり方があるの。リナが何気なく言ったその言葉に、私は胸がざわついた。そんな言い方、同じ嫁なんだし協力し合いながら頑張ろうよ。私は笑顔で返そうとしたが、リナの目はどこか冷ややかだった。そう、でも、お姉さんって手際が悪いじゃない。彼女の言葉には、暗に私が家事をこなせていないかのような意味合いが含まれていた。義両親の前では彼女はそのような言い方は決してしない。しかし二人きりになると必ずと言っていいほど私を見下すような発言をしてきた。お正月やお盆のたびにリナはまるで義両親に自分をもっと気に入られたいかのように必死だった。何かと私のやることに口を出し、義母の前ではみゆきさんがこんなに頑張ってるんですから私ももっとお手伝いしなきゃですねとわざとらしい笑顔を浮かべる。義母はその言葉を喜んで受け取っていたが、私の心の中ではどんどん不満が募っていった。そしてある日、お盆の集まりでのことだった。義母が新しい料理を試して振る舞ってくれた。その後、私が片付けを手伝おうとした時、リナが近寄ってきた。みゆきさん、そのお皿大丈夫？ちゃんと拭かないと水滴が残るわよ。彼女は一見優しい言い方をしているが、その裏には私が何かミスをするのを待っているかのような意図が感じられた。うん、気をつけてやるね。私は無理に笑顔を作ったが、心の中では次第に苛立ちが募っていった。リナは義母に気に入られるために何でも自分が一番でなければ気が済まないようだった。そしてそのためなら私を陥れようとすることも平気でやっていた。お母さん、すいません。ちょっとお皿が汚れてました。みゆきさんがちょっと雑に拭いたみたいで。でも、私が洗い直して拭きましたから。私がいないタイミングで義母にそう言ったリナの声が聞こえてきた。まさか裏でそんなことをしているとは。でも義母は、そう、でもみゆきさんも一生懸命やってくれてるからね、とフォローしてくれた。その優しさに救われたが、私はリナに意地悪をされるたびに精神が削られていった。リナの策略にはまりたくないと思いつつも、彼女の一言一言が私に重くのしかかってくる。こんなことずっと続けられるのかな。私は一人きりの夜にふとそんなことを考えるようになっていた。義両親は優しくしてくれるが、リナの態度は私を徐々に追い詰めていく。義弟夫婦が結婚してから2年ほどが経った頃、私の人生を揺るがす衝撃的な出来事が起きた。それは私が出張から帰ってきた日のことだった。玄関に入ると、いつもと変わらないはずの家がどこか違和感を感じさせた。私は荷物を片付け、リビングに座り、ふとお風呂に入ろうと思った。その日は少し疲れていたが、家に戻ってきた安心感でリラックスしたいと思ったのだ。お風呂場に入って排水口をチェックすると、違和感の原因がすぐに分かった。排水口に絡まっていた髪の毛が明らかに私の髪色とは違う。私は黒髪だが、そこには明るい色の髪の毛が混ざっていた。これ誰の？
心臓が一気に高鳴った。もしかして夫が別の女性を連れ込んでいる。頭の中に疑念が広がった。いや、まさかそんなはずない。そう自分に言い聞かせたが、モヤモヤは消えなかった。夫のたけしは最近仕事が忙しいと言って残業が増えていたし、休日出勤も増えていた。普通ならそれを信じていただろう。しかし、この髪の毛を見た瞬間、すべてが怪しく見えてきた。私はその疑念を晴らすためにある作戦を思いついた。私たちは結婚して1年ほどが経った頃から犬を飼い始めていた。その犬のためにペットカメラを購入しようと最近考えていたのだが、ふとそれを使って真実を探れるかもしれないと思いついた。たけしには一切話さず、私はリビングにこっそりカメラを設置することにした。彼がもし別の女性を家に連れ込んでいるのならば、きっとまた同じことを繰り返すはずだ。これで真実を突き止めるしかない。私はペットカメラを設置した後、次の出張に備えて準備を進めた。カメラは常時起動状態にし、私のスマホでいつでも確認できるようにしておいた。そして再び出張に出かけた日、私はホテルに着き、少し疲れてベッドに横たわっていたが、どうしても気になってペットカメラを確認することに。アプリを起動し、家の様子をチェックする。その瞬間、私は目を疑った。カメラに映し出された光景に血の気が引くのを感じた。嘘でしょ。画面には夫のたけしとリナがリビングにいる姿が映し出されていたのだ。それもただ一緒にいるだけではない。二人はカップルのように親密にイチャイチャしていた。なんでリナが？目の前の光景が現実とは思えなかった。リナは義弟の妻だ。まさか彼女がたけしの浮気相手だったなんて信じたくなかった。私は画面を見つめ続けた。たけしがリナの肩に手を回し、二人で笑い合っている。胸が締め付けられるような思いで、私はその場に凍りついてしまった。信じていた夫、そして義弟の妻であるリナがこんな裏切りをしていたなんて。その瞬間、私の中で何かが切れた。このまま見過ごすわけにはいかない。私はスマホを握りしめ、心の中で決意を固めた。もう許せない。真実を突き止めた以上、絶対にこのままじゃ終わらせない。私はカメラの録画機能を起動し、証拠を抑えながら次の行動に移る準備を始めた。この裏切りがどれだけ深い溝を生むかはまだわからなかったが、もう後戻りはできなかった。そして、この修羅場の幕が切って落とされたのだった。それから私は出張の日程が伸びたと夫に嘘をつくことにした。電話越しのたけしは何の疑いもなく、そうか、頑張れよ、と応援してくれたが、その言葉が一層私の心に重くのしかかった。浮気相手と一緒にいながらよくそんなことが言えるわね。心の中でそう悪態をつきながら私は電話を切った。そしてその足で義実家へ向かう準備をした。出張はすでに終わっていて、私は真実を告げるために義両親に会いに行くつもりだ。義実家に到着すると、義両親の他に何人かの親族が集まっていた。どうやら今日は義両親に用事があって来ていたらしい。みゆきさん、急にどうしたの？驚いたわ。義母は驚きながらも優しく迎え入れてくれた。すみません、急にお邪魔して。でもどうしてもお話ししたいことがあって。私の突然の訪問に少し戸惑っている様子だったが、義母はすぐにお茶を用意してくれた。いや、いいんだよ。いつでも帰ってきていいって言ったからね。義父も優しい言葉をかけてくれた。私は義両親が本当にいい人たちだと改めて感じた。それなのにたけしはどうしてあんなことを。そう思いながら私は静かにペットカメラの映像を確認する準備を始めた。カメラを起動すると案の定、たけしとリナが家にいる姿が映し出された。そしてさらに驚くべきことに二人はいかがわしい行為を始めたのだ。
たけしがリナに対して愛の言葉をささやき、リナもそれに応えている。その光景に私は怒りを抑えられず、スマホの音量を最大にして義両親と親族の前で再生し始めた。リナ、君のことを愛してるよ。すべてが愛おしい。ありがとう、たけしさん。嬉しいわ。たくさん愛し合いましょう。へえ、たけしったら、そんなこと私には言ったことないのにね。私は冷静に、まるで実況中継をするかのように言った。その場にいた親族たちは何事かと驚いて私を見た。義母は信じられないような表情で私に近づいてきた。まさか、その声って。義母の顔は青ざめ、目を見開いていた。やっぱりたけし。え？しかもこれって、リナさんじゃないの？どういうことなの？なんで二人が。義父も動揺し、リビング全体が一瞬で緊張に包まれた。これは私たちの家に取り付けてるペットカメラの映像です。今まさにリアルタイムで、たけしさんとリナさんが家にいて、こんなことをしてるんです。私は全てを冷静に説明しながら、ペットカメラの映像を続けて再生した。そんな、たけしが、うちの息子が。義母は信じられない様子で椅子に崩れ落ちるように座り込んだ。しかも、リナさんが相手だなんて。義父もショックを隠せず、呆然と立ち尽くしていた。義両親や親族たちが驚きと失望に包まれているのを感じながら、私はさらに説明を続けた。実は、これまで私が出張でいないタイミングで、二人はこうやって家で会っていたようです。最近たけしが残業や休日出勤が多かったのもそういう理由だったんです。息子がそんなことを。義父は苦悶の表情で言葉を詰まらせた。私は映像を録画し保存したことを義両親に伝えた。健太さんにはこの映像を見せるつもりです。彼が1ヶ月ほど海外に出張している間に2人は堂々と会っていたんですから、健太さんにもこの事実を伝える必要があります。私の言葉に義両親はさらに深くうなだれた。みゆきさん、本当に申し訳ない。義両親は深々と頭を下げ、涙を浮かべながら謝罪した。お父さんお母さんが悪いわけじゃありません。悪いのはたけしとりなです。私はそう言い、二人の肩を軽く叩いた。義両親の誠実な態度に私は少しだけ救われる思いがした。私、たけしと離婚したいと思ってます。そう伝えると、義両親は私の意見を尊重することを約束してくれた。みゆきさんの気持ちを尊重します。どうか健太には直接話をしてください。あの子もこんな事実を知ればきっとショックを受けるでしょう。義両親の言葉に私は深くうなずいた。これで次の一歩を踏み出す覚悟ができた。それから義両親が義弟を呼んでくれて、私は義実家で彼に真実を伝えた。健太はショックを受け、しばらく言葉を失っていた。俺がいない間に、たけしとリナが。健太の表情には深い失望と怒りが混ざっていた。それから私たちは彼らを懲らしめるための作戦を練ることにした。私と義弟が同じタイミングで出張に行くふりをして、夫とリナの浮気現場を突撃するのだ。2週間後、私と義弟はそれぞれ短い出張に行くことを夫とリナに伝えた。私は2、3日ほどの出張に行くとたけしに伝えたが、彼は疑いもせず、そうか、分かったよ、気をつけて行ってこい、とだけ言った。私は心の中で怒りを抑えながら出張に行くふりをして義実家へ向かった。健太もすぐに義実家にやってきて、義両親と共に私たちはペットカメラの映像を確認した。カメラに映し出されたのはやはりリナと夫の姿だった。二人がイチャイチャし始めたタイミングで、私たちはすぐに車を走らせ彼らの元へ突撃することにした。家に到着すると、私は鍵を開けてそのままリビングに飛び込んだ。ちょっとあなたたち何をしてるの？私が叫ぶと、裸のままのたけしとリナがソファーから飛び跳ねて驚愕の表情を浮かべた。
なんでお前が、どうしてここにいるんだ。たけしは驚きのあまり声を上げた。リナも混乱した様子で叫ぶ。え、なんで？ケンタ出張じゃなかったの？リナはパニックに陥っていたが、ケンタは冷静に言い放った。それは俺のセリフだ、リナ。なんで兄さんとそんな格好で一緒にいるんだよ。リナは答えに窮し、ただ口を開けて言葉を探していた。その瞬間、義両親もリビングに入ってきた。みゆきさんとケンタは出張に行くふりをしたんだよ。そしてあんたたちの浮気現場を抑えるためにタイミングを狙っていたんだ。え、なんで父さんたちまで？義母が青ざめた顔でたけしに向かって叫ぶ。たけし、あんた何をやってんの？恥を知りなさい。リナさん、あんたもだ。ケンタを裏切ってどういうつもりだ。ケンタがこんなに頑張って働いている間にあんたは何をしてたんだ。義両親が詰め寄り、二人はその場に動揺し言葉を失っていた。言い逃れはできないわよ。私たち家族を裏切ったことをしっかりと償ってもらうから。私はさらに追求し、たけしとリナは何も言えず正座して私たちの話を聞いていた。あなたたちの浮気には気づいていたわ。そしてお母さんたちにも話していたの。その言葉にたけしとリナは驚いた様子で顔を見合わせた。ここに設置していたペットカメラで浮気の現場も押さえているの。だからもう言い訳なんてできないわ。え、カメラ。そんなものが。リナ、どうして浮気なんてしたんだ？ケンタが声を絞り出すように問い詰めると、リナは顔を伏せたまま答えられずにいた。リナさん、他にも男がいるのよね。は？私は静かに告げた。一番稼ぎがいいのがケンタさんだから、彼と結婚していい思いをしようと思ったんでしょう。しかも彼は海外出張が多く、家を空けることも多い。だからその間に好き放題できて贅沢し放題だったのよね。勝手なこと言わないで。私が浮気をしたのはたけしさんとだけよ。リナは必死に反論しようとしたが、私の言葉は止まらなかった。そうだぞ。俺たちは愛し合ってるんだ。他に男なんているはずがない。たけしもリナをかばうように言ったが、義父が激怒した。たけし、浮気している分際で意見を言うな。お前が悪いことをしているのには変わりないんだ。義父の怒声にたけしは黙り込んだ。実は更新所にも調査を依頼してたの。リナさん、ケンタが海外出張中に何人もの男性と会っていたわよね。その言葉にリナは顔を上げ、驚きの表情を浮かべた。高級レストランに食事に連れて行ってもらったり、ホテルに行ったり、本当に男性と遊ぶのが好きみたいね。私は証拠の写真を広げ、リナの目の前に差し出した。彼女はそれを見て絶句し、顔が青くなった。もうあなたたちに勝ち目はないわ。私は冷ややかに告げた。じゃあ、さっさと慰謝料支払ってね。覚悟しておいて。その言葉を聞いたたけしとリナは完全にうなだれて黙り込んだ。義弟も最終的にリナに別れを告げた。リナは離婚したくないと必死にすがりついていたが、ケンタは一歩も引かず、冷静にもう終わりだと言い切った。これだけの証拠が揃っている状態で逃れることは不可能だった。私と義弟は弁護士を立て、たけしとリナに慰謝料を請求。驚いたことに、たけしはこれまでリナに高価なプレゼントを頻繁に送っていたらしく、ほとんど貯金が残っていなかったという。結果として慰謝料は分割での支払いになった。しかし、たけしにとってさらに不運なことが待っていた。彼の浮気が愛妻家で知られる上司に知られてしまったのだ。上司は当然、たけしに対して厳しい態度をとり、結果的に彼は左遷されることとなった。給料も大幅に激減され、今ではかなり貧しい生活を強いられているという。一方、リナもまた厳しい状況に追い込まれていた。彼女が関係を持っていた他の男性たちは既婚者が多く、その妻たちからも一斉に慰謝料を請求されることとなった。現在リナはその借金を返済するために夜の仕事をしているとのことだ。自ら招いた結果であるゆえに、彼女が選んだ道に対して同情の余地はない。
正直私はまさか夫に浮気をされるとは思っていなかったし、リナという女性に夫が騙されることも予想外だった。しかしこれはタケシ自身の選択であり自業自得だろう。でもこれで終わりじゃない。私はまだ若いし、人生はこれからだ。私は心の中で新たなスタートを誓った。これからはもっと男性を見る目を養い、同じ過ちを繰り返さないようにしようと思う。義弟の健太も心を入れ替え、仕事に打ち込むようになった。彼はその努力が認められ、若くして海外支社の課長に昇進したという。彼もまた、レナとの過去を乗り越えて新たな人生を歩んでいる。義両親とは今でも定期的に連絡を取っており、彼らは私のことを実の娘のように気にかけてくれている。みゆきさん、あなたの幸せを願ってるわ。無理しないで、あなたのペースで進んでいけばいいのよ。義母の優しい言葉に、私は心が癒される。ありがとうございます。私もお父さんとお母さんにいい報告ができるように仕事を頑張ります。私は自分自身のキャリアにも力を入れ、またゆっくりと恋愛を進めていこうと思っている。幸せな人生は自分の手で掴んでいくものだから。これからも前を向いて、私は新しい未来へと歩みを進める。そして、タケシやリナに裏切られた過去を乗り越え、いつか本当に幸せな日々を手に入れるつもりだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。こいつ、男の子だぜ。名前は勇気だ。男の子だ。お前が産めなかった。お前さ、まだ不妊なのか？元夫と別れてから15年が経っていたが、彼は何も変わっていないのだとがっかりした。そしてその時、友達と話し終えたのか、私を見つけてこっちに向かってくる息子の姿が目に入った。紹介するわね。私の息子の智春よ。私の名前は茜、47歳の主婦だ。夫と娘と息子の4人で幸せに暮らしている。といっても、実は私は再婚で、娘のゆかは今の夫と血はつながっていない。息子は今の夫と結婚してから生まれた。それでも家族みんな仲が良くて、私はこの上なく幸せだ。息子は中学1年生になっており、最近はおしゃれに目覚めている。そのため街中で買い物中に息子の洋服も一緒に見ていた。そんな中、息子はお友達と偶然会ったようで、二人でベンチに座って話し込んでいた。その隙に私は自分の買い物を済ませようとデパートへ向かった。するとその途中で後ろから声をかけられた。あれ、茜じゃないか？振り返るとそこには私が大嫌いな元夫の翔平が立っていた。元気か？随分変わったな。以前はもっと地味だったのに。お久しぶりです。じゃあさよなら。おいおい、待てよ。私はさっさとそこから立ち去りたかった。彼と話すことはもうない。元夫は年上だったので包容力があるように見えた。しかし実際に結婚してみると、彼の嫌な部分がどんどん見えていった。私は翔平と結婚した後、すぐに妊娠した。嬉しくて二人で喜んだが、性別がわかると彼は顔色が変わり、明らかにがっかりしていた。女の子なんかいらないんだけど。え？なんで？女の子も可愛いじゃん。
可愛いとかそういう問題じゃない。俺は息子を後継にしたいんだよ。私は夫が古い考えを持っていることに驚いた。そもそも会社員なのに後継も何もない。夫の実家だって義父は公務員だ。それに義両親の方が女の子が生まれると聞いて、お洋服をたくさん買ってあげようかとか喜んでいた。夫はそれから私のお腹にも一切触らなくなった。つわりがひどくなっても無視。家事は手伝わないし、家に寄りつかなくなった。このままではつらかったので、私は実家に帰り出産に備えた。そして娘が生まれたが、翔平は出産に立ち会わなかった。これにはさすがにうちの両親も義両親も怒っていた。退院して家に帰っても早すぎないと言ってくるほど。次は男の子を産めよ。そうやって吐き捨てるように言い、育児は一切しなかった。娘のために服を買うと無駄遣いするなと怒られるし、娘が家で遊んでいるとうるさいと怒鳴る。私はどんどん彼に幻滅していった。自分が避けられる行動をしているくせに子供が懐かないと文句を言う。夫の態度はひどくなっていく一方だったので、私は子供を連れて数日間実家に帰った。夫からは私を罵倒するメッセージがたくさん届いた。嫁なんだから亭主の言うことを聞けとか、自分が上であると主張しまくっていた。だが私は家には帰らなかった。帰れば娘も辛い目に遭うからだ。娘を守るために私は実家に居座った。両親は私の事情を分かってくれて、好きなだけいていいと言ってくれている。そのうち夫から電話やメッセージは来なくなった。一体どうしたのかと思っていたら、どうやら夫は不倫をしているようだった。私が気になって近所の人に連絡をしたら、堂々と知らない女性を家に連れ込んでいるらしい。私は頭にきて、近所の人に様子を見てもらって、不倫相手が家にいるタイミングで義両親と一緒に家に突撃した。義両親と私が入ると、夫と不倫相手は服を着ていない状態でイチャついていた。現場を抑えたことで、私はすぐに夫の遊説で離婚することが決まった。義両親は大激怒していたが、夫は開き直っていた。こいつが嫁としての責務を果たさないのがいけないんだ。俺は悪くない。そんな夫に義両親は呆れて、親子の縁を切ったらしい。それから慰謝料と養育費を支払ってもらう約束で夫とは離婚した。3歳の娘を連れて正式に実家に戻った。そして再就職をして両親のサポートを得ながら娘を育てていた。そんな中、出会ったのが今の夫であるアキラだ。アキラは私が再就職した会社の社長をしていて、一生懸命仕事に打ち込む私に惹かれたらしい。当時は彼は岐阜から社長を継ぐ前で、私たち社員と一緒に働いていた。
その時に彼にとって私の中に好きになる要素があったらしく、アプローチを受けたのだ。バツイチで子持ちだと言っても、それでも好きという気持ちに嘘はつけないと言われ、私も彼のことが好きになっていった。やがて交際が始まり、彼は娘とも仲良くなってくれて、私たちは結婚に至ったのだ。元夫とは離婚してから会っていないし、娘も会いたがらなかった。それなのにどうしてこんな偶然の再会をしなければならないのだろうか。元夫の後ろにはあの時の愛人もいた。二人は再婚したらしく、二人の子供も一緒にいた。こいつ男の子だぜ。名前は勇気だ。男の子だ。お前が産めなかった男の子は私の息子と同じくらいの中学生に見えた。だが少し大人びているというか、澄ました雰囲気があった。あれ？この人って前に家に突撃してきた人？そうそう。あの時はびっくりしたよな。へえ、意外と小綺麗にしてるのね。不倫相手は私のことを品定めでもするかのように、下から上を舐め回すように見た。お前さ、まだ不倫なのか？はい？私子供いますけど。男の子が産めなかったら不倫と一緒なんだよ。俺の息子は容姿も俺に似てかっこいいし、天才なんだぞ。元夫はここぞとばかりに自分の子供を自慢していた。来年から高校生だが、特待生で超有名校に進学が決まってるんだ。へえ、それはよかったわね。ゆきくん、おめでとう。私は精一杯の笑顔をゆきくんに向けた。彼は意外にも礼儀正しく私に頭を下げた。元夫のような人のもとで育ちながら、ちゃんと礼儀をわきまえていることに感心した。本当に賢い子なのね。あなたと一緒に暮らしてて礼儀正しいなんて。私が思わずそう言うと、夫はムッとした。なんだよ、嫌味か。ああ、ごめんなさい、つい。私は無意識にトゲトゲしくなっていた。嫌いな相手なので仕方ないだろう。だが、ゆうきくんは私が嫌味を言うと、口元を押さえながら静かに笑っていた。元夫は彼の前にいるから気づいていないが、私にはそれが見えていた。ねえねえ、こんなおばさん放って早くレストランに向かいましょう。ああ、そうだな。高級レストランに行こうか。お前はあれから貧乏生活を送ってるのか？まあ不妊だし、娘もバカだろうし、うだつな上がらない人生を歩んでんだろう。何も知らないくせに私を罵倒してくる元夫にものすごく腹が立った。元夫と別れてから15年が経っていたが、彼は何も変わっていないのだとがっかりした。別に彼が改心することを望んでいたわけではないが、普通は性格自体はどんどん柔らかくなっていくものだろう。それなのにこうやって凝り固まった価値観で人をバカにしてくるのだから、何も成長していないということだ。少なくとも娘にとっては実の父親でもあるから、ちょっとはマシになっていてもいいのに。やっぱりこの人はどうしようもない人なのだ。あなたって
本当に何も変わってないのね。ああ、どういう意味だよ。そのまんまの意味よ。ああ、負け惜しみか。とにかく俺は念願の男の子ができたんだ。これでようやく幸せだよ。それは良かったですね。この夫婦は私を逃しはしないといった態度でまだ何か言おうとしていた。そして不倫相手の方が一枚の写真を出してきた。それは彼らの息子がまだ3歳くらいの時の写真だった。写真は結構ボロくなっていたので常に持ち歩いていることがわかる。この頃のユキもすごく可愛いでしょ。子供の読者モデルをしないかってスカウトなんかも来てたのよ。へえ、そうなんですね。すごいですね。まだ自慢が続くのかとうんざりしていると不倫相手は信じられないようなことを言ってきた。まあ、不細工なあなたの娘さんには縁のない話よね。は？だって、ねえ。不倫相手はそう言って、私を見て半笑いをする。あなた、私の娘のこと知らないですよね。ええ、知らないけど想像はできるわよ。勝手なこと言わないでください。娘をバカにすることは許さないですよ。そんな怒らないでよ。事実だからムカッとしちゃった。勇気は本当に優秀で小さい時から超一流の教育を受けてるし、器量もいいから将来は芸能界に入れようかななんて思ってるのよ。こちらが聞いてもいないのに自慢話が止まらない。超一流の教育？あら、やだ、ごめんなさい。あなたには縁がなさすぎて想像もつかないわよね。やっぱりシングルマザーだと教育水準も下がるでしょ。できることが制限されるからお子様かわいそうよね。確かにかわいそうだよな。お前のせいでユカも不幸になってるんだもんな。今あいつは18歳か。どうせ大学にも行けてないんだろう。いやいや、中卒でもう働いてるかもしれないわよ。さすがにここまで行くと私も堪忍袋の恩が切れた。さっきから黙って聞いていれば随分と好き勝手言ってくれるわね。言っておくけど、私はあなたたちが言うような辛い状況にはなっていないわよ。再婚をして男の子も生まれて家族4人ですごく幸せな日々を送っているわ。あ？なんだって？私はあなたと別れてからすぐに再婚したのよ。私はシングルマザーとして娘をしっかり育て上げる覚悟を持って仕事に臨んでいたの。そしたら会社の次期社長が私のことを気に入ってくれて、それで結婚することになったのよ。うん？どうせ社長って言っても小さな工場とかでしょ？まるまる株式会社って知ってる？あなたは働いていないから知らないかもしれないけど、翔平の方はさすがに社会人として知ってるわよね。そこってこの辺じゃかなり有名な企業じゃないか。そう、夫は数社もの会社を束ねているグループ会社のトップだ。全国的に見たら中小企業かもしれないが、この県では大企業と言ってもいいだろう。実際売上などもかなり高く、毎年優秀な人材が集まってくる。おい、俺はそんな話一切聞いてないぞ。
え、なんで離婚したあなたに報告しないといけないのよ。じゃあ由香は？もちろん私と一緒に主人の家系に入ってるわよ。主人も彼のご両親もすごく由香のこと可愛がってくれてるわ。あと大学がどうとかあなた言ってきたけど、由香は丸々大学に合格したわ。え、そこって超難関の国立大学じゃないか。どうせ裏金とか渡したんでしょう。なおも私に嫌味を言いたいようだ。そんなことする必要がないわ。だってあの子高校だって進学校だったし、それにあの子も読者モデルのスカウトが来たことあるわ。え？あまり自慢することじゃないし、勉強を頑張りたいから本人が断っていたけどね。実際たくさんの同級生から告白もされているそうよ。つい最近の写真でも見る？私がスマホで撮った写真を見せると、元夫と不倫相手は驚いていた。これが言うか。あなたはろくに子育てもしなかったし、そもそも3歳までしか知らないでしょ。そんなの娘のことを何も知らないのと一緒よ。元夫は黙り込んだ。あとさっきも言ったけど、私も男の子を産んでるのよ。え？そしてその時友達と話し終えたのか、私を見つけてこっちに向かってくる息子の姿が目に入った。どうやら用事が済んだみたいだわ。母さん、誰と話してるの？紹介するわね。私の息子の友春よ。こんにちは。私がそう言うと息子は頭を下げて元夫と不倫相手に挨拶をした。友春、もうお友達とは話し終えたの？うん、まあ今度の練習でまた会うしね。そっか。こいつがお前の息子？元夫が目を見開きながら私に尋ねてくる。こいつとか言わないでもらえますか？イケメンじゃない。不倫相手は息子を見ながらそうつぶやいた。確かに息子は目鼻立ちがはっきりしている。夫に似てちょっと彫りが深めだ。え、もしかしてサッカーの？その時ゆうきくんが口を開いた。あれ、僕のこと知ってるの？友春がゆうきくんの方に近づく。当たり前だよ。だって超有名なジュニアユースに入ってるでしょ。確かスペインのジュニアユースからも声がかかってるんじゃなかった？すごいな。なんでそこまで知ってるんだよ。僕もサッカーやってて、まあ部活だけどそれなりに強豪校だから。ジュニアユースの人たちのことも部内で結構話したりするんだ。友春くんのことはサッカーの情報誌とかにも取材されてて、写真も載ってたから顔がすぐに分かった。なんだか照れるな。有名人になった気分だよ。いやいや、有名人だよ。日本の期待じゃないか。ゆうき、この子そんなにすごいの？うん、エースストライカーだよ。海外のジュニアユースとの交流戦でハットトリックを決めて、それでスペインのチームの人から声がかかったんだよ。そんな、すごすぎる。昔から海外でサッカーをすることを夢見てたから、スペイン語も小さい頃から勉強してるんですよ。もちろん英語も流暢に話せます。その年でトリリンガル。
元夫と不倫相手は顔を真っ青にして絶句していた。翔平と別れることができて本当に良かったわ。だってゆかにちゃんとした教育を受けさせることができて、娘を愛してくれる主人とも出会えたもの。そして友春とも出会えたしね。あなたの給料じゃ子供たちにいろんな選択肢を与えることができなかったから、本当に離婚して私は正解だった。ふざけんなよ。お前俺のことをバカにしやがって。さっきも言ったが、勇気も相当優秀なんだぞ。サッカーしかしていないお前のガキと一緒にするな。そうやって悪態をつく元夫。すると勇気くんが話に割って入った。いい加減恥ずかしい姿を見せるのやめてくれない？はあ？あなたを父さんと思うことすら恥ずかしいんだよこっちは。おい、お前父親に向かってなんて口を聞くんだ。そうよ勇気、お父さんに謝りなさい。本当の父親じゃないんだから謝る必要はないだろう。え？勇気くんの発言に不倫相手が顔を真っ青にした。何を言ってるんだ。お前は俺と母さんの子だ。お母さんの顔見てみなよ。お父さんとは思っていることが違うみたいだよ。元夫はバッと不倫相手の顔を見る。不倫相手は取り繕おうとしたが、動揺していることは隠せていなかった。おい、まさか本当なのか。勇気は俺の子じゃないっていうのか。あなたの子に決まってるじゃない。勇気ったらいきなり何を言い出すのかしら。お母さんが日中に知らない男の人とよく会ってるの知ってるよ。僕がいないと思って電話をして楽しそうに話してるのも見てる。その時に僕がその男の人の子だって言ってた。勇気。おい、一体その男は誰だ。な、誰でもないわよ。不倫なんてしてないんだから。そもそも二人も不倫してから結婚したんでしょ。お母さんはそういう人なんだよ。こら、母親にそういうこと言わないの。もう二人のことを嫌だなんて思いたくないよ。この際だから先に行っちゃうけど、僕おじいちゃんとおばあちゃんの家に行くから。え？私のお母さんたちのところってこと？うん、全部話したらこっちに来いって言ってた。お母さんとは縁を切るって。そんな。おい、話は終わってないぞ。不倫なんかしやがって、最低な女だな。それあなたが言える立場なの？不倫をして私と別れたくせに。あ、いや、あかね、それはあなたたちのような人と一緒にいながら、勇気くんは本当にお利口さんに育ったと思うわ。あなたたちに親になる資格なんてないわ。いつまでも惚れた晴れたのくだらない昼目のドラマもどきのやりとりをしてるがいいわ。それじゃ私たちはこれで。勇気くん、じゃあね。うん、友原くんサッカー頑張ってね。そう言って私と息子はその場を離れた。その後、元夫と不倫相手は離婚したらしい。 DNA 鑑定をしたら案の定、ゆうきくんは元夫の子ではなかったそうだ。元夫は不倫相手に慰謝料を請求したそうだが、不倫相手がごねるにだけごねて泥沼離婚となっているらしい。そしてゆうきくんは母方の祖父母に引き取られ、穏やかで平和な日々を過ごしているらしい。それから無事に高校に進学し、学校でたくさんお友達ができて笑顔も増えているそうだ。一方、
私たちも幸せな生活を送っており、娘は大学生に、息子は高校生になった。息子はジュニアユースのサッカーの練習が中心の日々となり、今はスペインのチームの遠征に参加して日本とスペインを行き来している。もし正式に向こうのチームに行くことになったら、私がついていって全力でサポートしてあげようと思う。そのために私もずっとスペイン語を勉強している。私にできることは子供たちが好きなように挑戦できる環境を作ってあげることだけだ。これからも大好きで頼りがいのある夫と二人で子供たちの成長を見守ってあげたいと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。